くの学者がこの豊洲という土地は極めて軟弱な地盤で、地震が起きた時には液状化が起こると警告をしてきました。その警告は現実のものとなりました。そして最も恐ろしいことは、この土地が木曽や田善あるいはさまざまなですね汚染物質に汚染されている、地中深くその汚染が染み込んでいると言われているわけです。岩上と申します。よろしくお願いいたします。今回の震災によってですね、豊洲移転先の豊洲が液状化を起こしたという当然でしょう。当然だと思います。なるほど。あそこにある汚染物質は完全に除去できますから、科学的にそれを済んだ後でね、きちっとした基礎を作ったらですね、私は液状上にしかも物が立てばですね、液状が起こりません。それだけ自信はあります。豊洲のガス工場というのも、うん、これはまあ終戦後操業を始めて昭和40年代ぐらいまでこう仕事をしてたガス工場ですが、ここでも最初は石炭ガスを蒸し焼きにしてたんですね。あ、そうしますとその過程でいろんな副産物が出てくる、うんうん、まあ一番有名なのは皆さんご存知 の昔はこれも屋根防災なんかですね、塗ってた真っ黒いポールタールですね。あ、そのポールタールに混じっていろんな、はい、有害な副産物が出ている。ベンゼンがその一種、うんうん、それからシアンもその一種、それから豊洲で問題になっているのはヒ素。ヒ素はこれは元々の石炭の中に入ってたものがですね、それから同じく石炭の中に入っている重金属類の、名前ですとかね、六角のものだとか、まあ、そういうものも入っている、はい、いわばそういう意味ではガス工場というのは有害ないろんな物質の汚染のデパートみたいなものとしてね、大資本に加勢されてしまう可能性もある、うん、差別的取り扱いが、うん、行われる可能性があるということですね。そういうことですね、まあ、まあ、現にその動きが強まっていると、非常に少数の資本が加勢して加勢化してそれを資本が支配する構造になりかねないということですね。そうですね。そういうふうになるのがやっぱり一番心配で、私はだからこれだけ量販店が発達してね、ローカルスーパーも含めてもう7割くらい扱っていると思うんですよ、こういうのね。だからそういう中ではね、そのこと自体をやっぱり前提にした流通のあり方を考えなきゃいけないんで、何も卸売市場絶対じゃないわけで、産直とかね、直売地とかいろんな多元的な流通システムの中で卸売市場の重要な役割を担っていくというふうなことが大事で、そのためにはね、どっかに一箇所に全部機能集中してしまうというのではなくて、それぞれの卸売市場がね、いろんな置かれた状況を生かして、個性的に発展していくというふうなことが重要じゃないかと。地下水は安定しておりますので言ってるんですか、東京都は、はい、でちょっとしたらこう雪が出てきて水たまりですね。そう、水たまり、土地が水でも浸されているということですね。でそれが、まあ、多分その前地下水になっている。うん、これを指摘するとこれは全部まだ土に慣らしたら埋めちゃったりすると、証拠隠滅。証拠隠滅です。カプセルでも中に染み込んでいくことによって、だから染み込んだ水が湧き出てきてるんですね。はい、この底のところにこの斜面から水が湧き出てくる。常時にまだ湧き出てくる。なるほど。それでその水を未だにポンプアップしてタンクに溜めて、はいはい、でここからこの海に排出するんですよ。これが排水口。これが大事で、その非常にアルカリ性の高いですね。これ排水口でいいかなんですよ。アルカリ性の高い水というのはどういう水なんですか？普通、環境基準、排水基準がありますね。中性、はいはい、大体6から8ぐらいで、まあ、中性の水なんですよ。でそれを水で流されます。うん、でそれよりも高いもの、エラーが9以上ですね。9、10、11とか。これは石鹸水もなんか違うんですけど、これアルカリなんです。酸性とかアルカリ性の水はやっぱり人体に良くない。環境にも良くない。ことで規制されてるんですよ。なるほど。排水基準でだいたい6から8の間で流さないと排水基準になるんですよ。はいはい、ここはペアが11あるんですよ。11、相当高い。相当高いですね。手で触るとやっぱ手がぬるぬるして、皮が皮膚も出るんですよ。建設工事もこういう水出るんですよね。セメントとか使いますと、アルカリ性の水は。
で普通は処理してたはずですよ、うん、ところがここはね工場15条じゃないから排水所に撤去されませんから問題ないんですって。それは何でしょう、違法行為にはならないですか。違法行為なんですよ。違法行為です。僕らから言ったら環境的には違反してますからね、うん、行政が堂々と違法行為やられたらかなわませんので、